スパイクの絵結構入るのよ。今のはかっこよかった、うん、なんか AA3 発でさ3割ぐらい飛んでたでしょ、はい、これ入ってこれほとんどジャンさんのダメージで、うん、強っ押さずに反対側でおウルトおーナイスこれはいいよ間違えて押してます、ね、最初にあやられたもんねやるんだあーでもウルトがあるならあれすげー回復してるなんだとインチキだやっぱりあいつのサステイン今のがやった感のやつじゃんこれなぜか落ちちゃうおーめっちゃ回復してるわー回復しすぎはいこんにちは初心者5人でリオゴブレジェンズ始めましたアドバイスなどがあったらコメントで教えてください自分たちの試合をリプレイで観戦していきます今回はブラインドピックの試合ですチーム構成はトップボリベア、ジャングルトランドルミッドベイガー ADC アッシュサポート、パイクですで相手がグエン、ワービック、ヨネ、ジンクス、ラックスですおインベイドしてんじゃんインベイド結構ねパイプいろんなことできるからね動画見るといいよなるほどね結構ね嫌がらせできる今日は動画を見ていて遅刻しましたパイプの一応勉強してたんだね偉い偉い偉いな完全にパイクを使う気でいたからうんいいと思うよパイプでも上手くなったらパイクでキャリーできるしねうん、あこの1個前はもうちょっとまともやったすぐあれやけど降参されたけど周りと俺もアラームで使ったことあるけど馴染みやすそうだった手に馴染みやすそうだったマジかあ使えるとは言ってないグエンちゃんグエンちゃんなんかそのグエンすごい簡単に殴らせてくれるねえそれいけるんじゃねえなんでなんか微妙に引くのキジバトマンってやれるでしょ絶対今のタイミングでうんちょっとねちょきちょきで回復されるかなって思って引いたんだけどちょっとまだグメが浅かったねすごい雑に当たってきたからああヨネ怖いねあれあ勝った勝ったあブリンクがあるかそうか、うん、ブリンクがあるから逃げられちゃうねこの試合やったっけ何これ殴り合ってくれるんだろうこのグエンはあ、わかんないあ、死んだ死んだ死んだー今の自信満々な当たり方で死んだータイムイグナイトには気をつけましょうびっくりこのスノーさんが変態アッシュ使ってて Q を取らないっていうダブルのスローをメインにで、パイクに殺してもらおうっていうコンセプトだったんだけどジャンさんがコンセプトを理解しないって怒ってた理解してるよ理解してるけどなんか違うボタン押してんだよねあれちょっと待ってマッシュって W 取るんじゃないの違う Q をマジで取ってないあ一個も取ってないってことそうそうそうなるほどねそれは変態だわダブルのスローでジャンさんにフック当てさせてジャンさんのウルトで敵を殺すっていうなるほどねうん足はダメージ要因じゃない他人任せ ADC ってやつねそう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  ADC なし構成ってこれのことそれは違うあまた別それは後で安尾 ADC をやったんだけどはいカットでーすいい感じだけどあーあー確かになんかもっとさ叩き込めるんじゃないだってヘイルブレードでしょジャンさんうんでも追いあでも W で追いつくか3発殴んなきゃヘイルなんだからあよく避けたあーシールドうまいうまいそうか、4のシールドつくお、行くねいいはできるだけ取っといてあ、なんかワンちゃん来てるね後ろからカウンターじゃんジンクスフラッシュ追っかけたんだけどね、ここ足んなかったおあーあーあーなんか変な位置関係あのワンちゃん強いんだよな、やっぱ強いよねあこれびっくりする火力だよね。ほんで恐ろしいほど火力。すごいいい火力してんだよ。これめっちゃうまくいったのにさ。おい、ナイス。入るんだ、ウルト。これ追っかけていいはずだよ、ジャンさん。ウルトじゃないか、これ。これ追っかけていいはずよ、ジャンさん。ジャンさん。ジャンさん。これ追っかけるのよ、あなたが。絶対俺より足早いんだから。確かに。お、ここも。甘えてるグベンがいるよ。お、
これはタワーダイブです。ウルトはないがフラッシュはある。いっちゃえ、おい、ナイス。お、頑張れ。え、あー、え、何のシールドだった、グエン自身のシールドか。パッシブとかにシールドあったっけ、なんだっけね。フラッシュ、でもまだ殺せる、いける。あー、やれやれやれ、フラッシュしてんじゃない。フラッシュを使え。あー、何やってんの、殺せるときに殺しなさいよ。いや、フラッシュ温存して殺そうと思ってた。殺せてないじゃん。ガンクばっかしてくれる相手ジャングルを見てると、やっぱジャングラーのファーム大事だなってめっちゃ思うね。レベル差がつくもんね。うん、あ、その体力差はちょっと気になる。あ、このウルトをもっと早く使えば。あ、死んだよね、さすが。うぅ、マジか。うぅ、すごー、クマ、かっこいい。すごー、グエンがもっとウルト早打ちすれば勝てたと思うけど。すげーみたいなことやってる。2回目取っといたからあんなことに。おお、よく避けた、ナイス。うまい。それ当たるんだよね。あ、あれ、これワンちゃん見えたっけな。わ、ギリギリだったね。見えてなかったね。あれ、なんかこんな人で戦ったっけって言って。あ、ナイスナイスナイス、もう一発もう一発。おい、惜しい。さすがにちょっと足りんかった。あれって何、本当たりと中心とあれでダメージ違うの。いや、そんなことはない。そんなことはない、ね、単純にずれてただけ。足りなかっただけ、ね、足りなかっただけ。ここか、問題のシーン。相手がドラゴン前でフラフラしてて、どうしよっかどうしよっかって言ってて、息が全く合わなくて ADC が死んだシーンだ。全部ネタバレしちゃった。全部ネタバレしちゃった。どうしよう、どうしよう、どうしよう。カットするか、ここで。ここでカットしたら、あれ、何が起きたか、見たい人もいるかもしれん。大丈夫。ドラゴンやられたからもういいやって思っちゃった。巻き戻しっていう最終手段が我々には残されている。ああ、ああ、いや、ああ、止まった。いや、ハッシュが。俺の判断としては3、3、ってか4、3だったから、人数差あったから、あーって。無理そうだなーって思ってファームしてたら当たらない三段だったと。そうそうそう、意思の疎通が取れてなかった。ドン、ドン、お、ドン、ドン、そうなんだよ、 A がね、そんだけ入るんだよ。かっこいい。なるほど、スパイクの A 結構入るのよ。今のはかっこよかった。うん、なんか AA3 発でさ3割ぐらい飛んでたでしょ、はい、これ入って、これほとんどジャンさんのダメージで、うん、強っ。スパイクってこんな感じだから、武器使う積むチャンピオンさ、普段やらないからさ、分かんないでしょ。そうっすね。これセレステッドダーク積んだら、ああいうヤバいチャンピオンは一瞬よ。逆にあの農地みたいなのは落ちない、タンクは落ちない、脅威じゃ。この前さ、コヨテンさんにさ結構教えてもらったじゃん、どんな感じか。あれでね、結構ね分かったんだよね。やっぱこのゲームね、人数差を作るゲームなんだよね。これ人数差できてるから。これいい例ですね。でもワーウィックの CC はなかった、ウルトがなかったから生き残れたけど。で、人数差を作るにはどうしたらいいかっていうと、視界を取るんですよ。ほんで、はぐれてるやつを囲むわけか。はぐれてるやつを囲うっていうか、ね、寄るんだよね、レーナーが。レーナーとジャングラーが、うん、例えばこの辺でふらついてるやつ見つけました。そしたらミッドとジャングルとサポートが来るんだよね、うん、そうやってだ、ここで来たらトップとミッドとジャングルが来るみたいな、うん。で、ジャングラーがこっちに来たら、まあ、カウンタージャングルしてもいいし、反対側に寄ってもいいしってことだよね。うん。そういうイメージがやっと分かった気がする。なんか寄らないで、普通に押しちゃうときあるもん。それでいいんだよね。間に合わないときは押さずに反対側で、おっ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 、ウルト、おっ、おっ、おナイスー。これはいいよ、間違えて押してます、ね。最初に。もうキルライン見えてるのに。あ、それはね、まずい。あ、死んだ。あ、
おおおナイスですか、おおナイスですか、ナイスですか、バイバイ、クマが寄ってジャングラーも来た、シールドをかすって持って、え、なんで今の当たんないの、勝てる勝てる、追いつかねえかな、いや4人 ADC で ADC を囲うことにしたんだ、あれは確か、この有効期限切れてるし、でクマちゃん入り方が微妙やったお、まあギリ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 回収したけど、ギリギリ回収したけど、ちょっともう前出れないで、あートランドル強い、トランドル強い、トランドル様、トランドルベイガー強い、あー強い、あー全部回収、あー強すぎ、強い、こう同人数戦はやっぱ強い人がいるかどうか、当たり方かどうかってなっちゃうから、やっぱ人数差を作るのが安全なんだよね。でこれジャンさんいてもマジ何の意味もないから、これは意味ないなと思ってなんでここいるんだろうって勝てないもんね、グメンに、ジンクスを後ろから取ろうとしてる、おーナイス、おージャンさんの活躍シーン見るかもう一回、おなんで今またいいを間違えてましたけど、おー来るぞ来るぞ来るぞ、ダブルで近づいて、これ見えてないね、いや見えてない、オーケー、オーケー、はい、あーウルトの前になんかワンクッション入ってるな、でもクマ使いなこなしてるね、シールド入れるのうまい、さすがです、なんか見ないうちにシールド入れるのうまくなってる、あ、やられたもんね、やるんだ、あーでもウルトがあるなら、おーあれすげー回復してる、なんだとインチキだやっぱりあいつのサステイン、今のがやった感のやつじゃんこれなぜか落ちちゃう、おーめっちゃ回復する、わー回復しすぎー、あアバービック9だね、もしかして、アバービック9だね、上がっちゃうの、イグナイト使ってないことに今気づいたな、これは、あーイグナイト入れとりゃいけたかもねワービックワービックは9死ぬほど回復するから重傷がないと殺せないね、あいたー、なんかえミスった、うわー事件がウルトが不発だ、勝ってんのか負けてんのか分かんないけど、おいナイス打った、おー完璧らしい、ここ当たるよ、強い、あ、これなノックアップであのウルト止めようと思ったんだけど発生早くて止まんなかった、でもタワーをもらって、キルを取ったらね、オブジェクトを取らなきゃいけないんですよこのゲーム、キル取って終了じゃね差が広がらないんですよね、体力あったらタワー取りたいよ、ここちょっとったよな、多分これね、そううまくいかなかったね、思った以上に人がいたっていう、2対2だと思ってたら2対3で、あこれやばいと思って、これベイガーがいてる勝てると思ってワービックと戦ったんだけど勝てなかったんだウルト使ってウルトを連打してるのにウルトが発生しないっていう事件が起きててクールダウン中ですか、違うボタン間違えました、ここはジャンさん多分アサシン、あー外した、あ外した、あれウルトの範囲内なの、撃ったってことは範囲内か、一応範囲内ではあったと思う、うわーワーリック逃げたわ、ゾーンナイスクマ、そこに入ってクマが入ってくれると楽なんだよな、相手の ADC が下がってくれるから戦闘ができる、おお、いいですね、いい形だったかなと思います、お、じじ、最後まで見ていただいてありがとうございました、 Twitch で生放送しているのでぜひ見に来てください、ではでは、え、これゾンビワード5しか出てないよジャンさんおい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 、これは問題では、アンブラルブレイブまで積んでるのに、なんでかな